はい、こんにちは、団長です。今日は新しいコーナーを立ち上げたいと思い、動画作成をいたしました。新しいコーナーの企画はこちらです。はい、団長が狙うエントリーポイントですね。普段団長が狙っているエントリーポイントについて、カテゴリー分けをして、今後ですね、ご紹介していきたいと思います。ぜひですね、この際にですね、チャンネル登録のほどよろしくお願いします。はい、では早速ですが、今日のエントリーポイントはこちらですね。はい、節目割れですね。今日はですね、何パターンかの節目割れについてご紹介していきたいと思います。はい、では早速行ってみましょう。はい、一つ目の銘柄です。一つ目の銘柄は3099の三越伊勢丹ですね。こちらは2019年の5月の7日の火曜日ですね。火曜日のチャートパターンになります。ここですね。5月の7日の火曜日がここですね。今日のですね、節目割れのポイント、こんな感じですね。紫のライン、ここ引かれると思います。一旦逆パンパカパンになったところで下がってきたんですが、ここでですね、一旦下げ止まって、この後ですね、1回、2回同じ価格でついてますね。で、3回目、ここも3日目もですね、ついてます。で、この後1回軽く上がるんですが、ここですね、逆下半身ですね。今日のポイントは節目割れですので、ここでですね、まず逆下半身で打診売りしてみるといったところもあるかと思います。で、その次ですね、次の日が節目割れしてますね。このポイントですね、割れてます。こういったところでのエントリーポイントですね。ここでなんとか耐え忍んでたところを割れたところですね。この丸2のところです。節目割れをして、その次ですね、ここ追加になりますね。はい、大きな価格の節目ですね。1000円も割ってきたといったところでの追加エントリーですね。という形になりますので、このチャートパターンでいくとですね、まず逆下半身ですね。逆パンパカパンの中の逆下半身で打診売りをして、節目割れですね。こちらの紫で節目割れしたので、ここで追加。で、その次ですね、1000円の節目ですね。大きな価格の節目、1000円でまた割れてきましたので、ここも追加ですね。といった形になるかなと考えております。ということで、打診、追加、追加として、あとずっと持っていくんですね。逆パンパカパン、相葉先生の逆パンパカパンの形になってますので、ここはですね、ずっと持っていけると思います。で、この後ですね、ずっと行って、900円ですね。900円のここ節目割れますので、はい、ここでもですね、追加ポイントになるかもしれません。で、ここの後ですね、陽線、コマ、陽線と来てしまいますので、一旦ですね、この辺りで利確かなというところですね。という形になりますので、ここでエントリーして、ざっとここまで持っていけるといった形で、このチャートパターンですね、しっかり覚えておきたいなと考えております。はい、では次の銘柄行ってみましょう。はい、続いての銘柄です。続いての銘柄は4912のライオンですね。こちらは2021年の4月の19日の月曜日ですね。ポイントになってくるかと思います。まず移動平均線の並びですね。このエントリーポイントの移動平均線の並びは逆パンパカパンですね。こういったところは必ずエントリーポイントになってくるかと思いますね。で、ここの今日の節目割れはここですね。一旦前の安値ですね。ここで下げ止まって、その後ですね、寄り付きはこれ以上下がらないんですね。陽線、陽線、陽線と出てて、逆パンパカパンの中で陽線は出るんですが、なかなか上げきらないといったところですね。この辺りでずっと節目を割ってこなかったんですが、ついに逆下半身かつ前の安値の節目ですね。ここを割れてきたといったところです。という形になりますので、この逆下半身ですね。逆パンパカパンの中での逆下半身かつ節目割れでエントリーしていくといった形ですね。で、その後ずっと持っていきます。ここは持てて我慢できますね。2100円の価格の節目ですね。ここで2回陽線が出ますので、もしかしたらですね、ここで一旦手締まいというパターンもあるかと思いますね。寄り付きエントリー。団長はですね、いつも寄り付きエントリーですので、ここでエントリーして、この日で終わる。この日のですね、次の寄り付きなので、ここで終わりますので、少しだけ利益が出るといった形です。で、ここですね、また価格の節目、2100円を割ってきますので、ここもですね、またエントリーポイントになってくるかと思いますね。で、ずっと入れていくと、ついにですね、2000円、大きな価格の節目2000円で、一度、下髭ですね、下髭陽線が出てきて、次の日の日も陽線ですので、このあたりでですね、一旦利確かなといったところでしょうか。はい。ということで、一旦ここで利確をして、その後ですね、上昇しますので、ここはですね、何もしずに見送って、次のここですね、陽線出た後の緑ブロックですね。このチャートパターンはよくあるかと思いますので、ここでですね、また打診売りをするのもありかなと思います。はい。で、今日のですね、狙いたいポイントとしては、節目割れになりますので、ここの逆下半身で打診売りをして、この後ずっと持っていくんですね。で、ここで節目割れしてます。2000円の大きな節目割れをしてますので、ここでもエントリーできるかなと思いますね。という形になりますので、ここでもエントリー。
ここで打診ですね。で、逆下半身で追加。で、ここは我慢してきて、節目割れしたので、ここで追加ですね。はい、ここがですね、打診売りの方もいるかと思いますね。で、ここで打診売りをして、あとずっと持っていくといったところですね。で、1900円のまた節目に当たったところで、陽線、陽線と出てきてますので、はい、このあたりでですね、赤の移動平均線が横張ってきますので、一旦この辺で利確というのもありかなと団長も考えております。はい、では次の銘柄行ってみましょう。はい、続いての銘柄です。続いての銘柄は8331の千葉銀行ですね。こちらは2016年の1月12日のチャートになります。はい、こちらのチャートパターンですね、移動平均線の並びは上から紫、青、緑赤ですね。緑赤は今まさにクロスして逆パンパカパンになろうとしたところですね。逆パンパカパンになったところといったところでしょうか。少し前を見ると前の安値がこのあたりですね。このあたりに一つあって、その前がですね、このあたりありますね。節目効いてると思います。このあたりからですね、1回、2回、3回、4回、で5回目ですね。5回目というところの逆パンパカパンで割れてきたので、ここがですね、エントリーポイントになるかなと思います。ここの日ですね、この日で逆下半身になってますので、まず逆下半身ここで入れて、ここはそのままキープですね。で、ここで逆パンパカパンになったので、前の節目ですね、このあたりも割れてきてるので追加。で、その後ですね、大きな節目の800円もしっかり割ったので追加。という形で持っていくと、ここはですね、ずっと取れてくるかと思います。この陽線は一旦ですね、下げ止まった反転に見えるんですが、まだ移動平均線、逆パンパカパンになってますので、ここはですね、我慢かと思いますね。詳しくはですね、こういったものについても、相葉先生の本などにですね、記載されているかと思いますので、ぜひですね、こちらをご参照ください。はい、という形になりますので、このままキープしていきますと、ここですね、逆パンパカパンの中でずっと取れてきて、このあたりでしょうか。この下半身を見て、一旦利確かなといったところだと考えております。はい、では次の銘柄行ってみましょう。はい、続いての銘柄です。続いての銘柄は日経平均ですね。日経225となります。時は1993年の10月27日の水曜日ですね。こちらですね、大きな節目です。大きな節目割れですね。2万円というすごく切りのいい2万円ですね。2万円のところまで下がってきて、一旦刺さるんですが戻って、もう一度帰ってくるんですが、またここもですね、しっかりと2万円にキープされて戻ると。で、次ですね、ついにここですね、相葉先生の逆日大の形で来て、緑と赤が物分かれした2万円割れですね。こういったところは必ずエントリーするようなポイントになってくるかと思いますね。2万円の節目割れといったところで、ここでエントリーですね。という形になりますので、上から数えますと、1、2、3、3日目ですね。はい、3日目でエントリーして、ここキープですね。この陽線も赤の下にありますので、キープできると思います。で、キープ、キープ、キープで持っていくとずっと来て、次ですね、1万8000円という大きな節目のところで、下半身が出てきてますので、このあたりがですね、利確ポイントになってくるかなと思います。という形になりますので、こういった大きな節目ですね、2万円という大きな節目でエントリーすると、このようにしっかり取れてくるかなと考えております。はい、では次の銘柄行ってみましょう。はい、続いての銘柄です。続いての銘柄は9508の九州電力ですね。こちらは2019年の11月の6日のチャートになりますね。はい、まずですね、このあたりですね、価格の節目1000円での下げ止まりを感じるといったところで、ここですね、このラインが1000円なんですが、1000円まで行かずにですね、なんとか持ちこたえてるんですね。このチャートパターンだけで言うと、この後ですね、上昇トレンドになってくるのかなと思いますね。ここで下半身がありますので、ここまでのチャートパターンで見ると、逆パンパカパンの中で、紫と青がですね、赤と緑にひっつきそうなところまで来てますので、この後ですね、普通であれば上昇パターンだと思います。ということで、団長であれば、ここのですね、下半身でエントリーポイントですね、買いのエントリー入れると思いますね。で、この後ずっとやはり上昇していくんですが、次ですね、この辺りで横張ってきてます。横張ってきた中で、少しですね、怪しげですね。下から数えると、1、2、3、4、5、6、7、8、9、この辺で手締まりしますね。という形になりますので、この辺りはですね、この下落は完全に避けられるかと思いますね。9の法則、相葉先生の9の法則をしっかり使えば、この下げはですね、回避できるかと思います。で、この後また見てきて、移動平均線かなりぐちゃぐちゃなってて、集中してますので、この後ですね、どちらかに大きく触れるかなと見てるんですが、価格の節目ですね、1100円でなかなか抜けきれないといったところがありますね。という形になりますので、前の高値よりも下でなかなか上げきらないといった時に見る
パターンとしてはやはり下落ですね。下落といったところでしょうか。で、この後大きく下落して、ここはですね、エントリーできないと思います。この逆下半身でエントリーできる方は、なかなか上級者かなと思いますので、団長はですね、この逆下半身ではエントリーできないかなと思います。で、この下げを見た後に、ここですね、繊維の節目があります。繊維の節目、先ほどこの止まってたところをしっかり割ってしまって、次の日がですね、実体として割ってきてるといったところです。で、今日のエントリーポイント、ここですね。1000円の価格の節目をしっかり割ったところでのエントリーですね。ここでエントリーして、この後ですね、ずっと取っていくといったところでしょうか。利確のポイントとしては、ここで打診売りをして、この後のなかなか追加はないですね。このあたりで追加してもいいかなといったところでしょうかね。で、この後ずっと見ていくと、このあたりはしっかりとした逆パンパカパンになってますので、やはり下半身もしくは二陽線ですね。このあたりでの利確ポイントになってくるかなと考えております。はい、以上今日は団長が狙うエントリーポイントということでの、コーナーをですね、立ち上げさせていただきました。はい。またですね、こちらの動画についてですね、いいなと思った方はですね、ぜひともいいねボタンを押してください。はい。リスナーのですね、皆様からまたですね、コメント等お待ちしております。ぜひともよろしくお願いします。はい。今後ですね、節目抜けやパンパカパン、もしくはですね、逆パンパカパンなどの相場先生のですね、基本的な技ですね、こちらの方を、またですね、ご紹介していきたいなと考えております。はい。今日も最後までご視聴いただきまして、ありがとうございました。